港に着陸いたしました。はい、石垣島やってきました。今来ているのが玉取滝展望台です。とりあえず空港に着いた人はまずここに来るんじゃないかなっていうぐらいいっぱい人が来ています。じゃあレッツゴー。どうです、これめちゃくちゃ海青いし、サンゴ礁だなって感じですよね。10月なんですけど全然夏です。半袖になりました。半袖、イエイ。結構人います。ここが玉取崎展望台です。景色良さそうですね。時刻が午前11時、今日はホテルのプールサイドでランチ予約しちゃったので、1時半までに、インターコンに帰ります。なので午前中は次の日だけ坊崎行って終了ですかね。なんか道沿いにね、結構隠れ家的なお店があるんですよ。カフェとかアイスクリームとかパイナップルジュースとか。なのでちょっと今は慌ただしいから入らないですが、ちょっとふらっとなんか自分の感信じて入ってみようかなと思ってます。いいですよね、なんかガイドブックに載ってないお店だったらなおさら。とりあえず空港出てから今のところ走ってると、島のメインの通りの制限速度は50キロみたいで、今みたいに街が突然やってくるんだけど、街が突然やってくると制限速度40キロに落ちるみたいですね。いやもう汗ばんできた。夏ですね、まだ全然行けますよ。10月沖縄、左海、うわ前も海、あー蝶々。今この道路沿いだとちょっと見当たらないんだけど、さっき飛行機から着陸する時とか空港の周りとかはマダガスカルに生えてるバオバブの木みたいなのがねあったんですよ。石垣、結構この島独特の植生なんかも気になりますね。
チェックインしました。じゃあお部屋見に行ってみる。じゃあですね、廊下からの眺め、おー、オーシャンビューですね。ここはインターコンチネンタルホテル石垣、ここはベイウイングなんですけども、7月にできたばっかしの塔になります。おー、広い。そしてこの部屋の特徴がバスルームがですね、開放的なんですよね。なんか扉の向こうにあるわけではなく、こういった形で外が見られるようなレイアウトになっています。見られちゃうじゃんっていう人のためにちゃんと部屋が閉まるようになっていますね。こっちもこっちサイドも向こうから閉められるようになっています。今回はこの扉は多分使わないと思いますね。バスタブ広い、めちゃめちゃ真っ暗もあるで、はい、俺の大好きなレインシャワーですね。アメニティがちょっといつものインターコンのブランドとは違いますね。はーんってなってます。ちょっと香り楽しみですね。でアメニティ、この扉を開けるといろいろまたベッド入っています。はい、お茶とかコーヒーのコーナーがあって、こちらは無料って言ってました。で冷蔵庫の中は有料です。クローゼットの中にビーチサンダルが用意されてるんですよね。これロゴ入りインターコンのロゴが入っています。テレビは50インチぐらいですかね。無料のミネラルウォーター2本。そしてじゃあいよいよテラス。もうこれで俺この部屋選んだって言っても過言ではないんですよね。はい、テラス出てみます。おー、ナイスビュー。もう石垣観光しなくてよくないですかね。これずっとプールに行っていいかな。でベイウィングが向こう側とこっち側と2棟あるんですよね。はい、ベッドはキングサイズベッドです。じゃあこの後ランチに行ってきます。